ばんは。こんばんは。こんばんは。あれやっぱ無理だな、パソコンの通信が悪いぞ。コメントが全然見えん。携帯で見た方が早い。こんばんは。こんばんは。ん？ボスのフェリテルクラブやってる？やってます。ぼち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 入れてます。はい。目の調子どう？なんかこの間よりは全然ね、治ってきた気がする。全然大丈夫よ。心配ありがとうございます。全然コメントがパソコンならないな。あ、ちょっと動いた。動いたよ。ハッピータン、こんばんは。ハッピータンいませんね。私もお布団で寝てます。ん、エビスさん、ハート、ありがとうございます。合ってるね、合ってる。やば、全然見えんよ、片目。なんだろうね、 Wi-Fi かな。 Wi-Fi つながってるけど、今度暇な時に見てみます。パソコンの調子。ゆずさん、花束。ケボブさん、ハート、ありがとうございます。だからちょっと携帯のコメントを読みます。パソコンやっぱ見えないね。この距離でも見え。やば、片目つらいね。さあ、やはい。わよちゃんと捕まえなきゃ。ほんとね、なんか難しいみたい、このパソコン今。こんばんは。こんばんは。配信ありがとう。こちらこそ。コンタクトできないの？そう、なんか変に腫れてるのにね、コンタクトしてバイキン入ったらなんか余計に悪化しそうで怖いので、まだできません。本当はしたいんですけど、こうね、見えないから。もうコンタクトしてる毎日がもう普通すぎて、メガネの毎日が嫌だ、慣れない。寝る直前まで私コンタクトつけてる派なので。そうよー、イルチェマさんのショルームすぐに飛んでくる。ありがとうございます。嬉しい嬉しい。ガチャやったの？モンストか、やりましたよ。20連して、うん、爆死よね。爆死よね。めちゃくちゃ悲しいの。しっかりでもね、星4のガジルとエンディは出たんですけど、もう悲しくて言葉を失った。でもちょうどなんか星玉がたまったので、ハッピーさんに引かせたら、あ、その前の10連でハッピーさんに引かせたらガジル祭りで、まあ爆死。まあ一体星5出たんですけど、その後星玉たまって引いたら、なんと夏が出ました。嬉しかった。声出たよ、本当に。夏出たんですよ、イケメンすぎた。そう、ハッピーさんになんかね、結構ガチャ系は引かせるんですよ、勝手に。ハッピーさんのお手手を借りて、こっちシュッて引かせるんですよ。かわいい。そう、嬉しい。おめでとう。ありがとうございます。そうなの、めっちゃ嬉しいの。でもね、まだあとグレイとエルザがいるので、ちょっとどうしよう。あれ絶対10連しなきゃ出ない気がする。
星玉でも出ない気がする、単発でも出ない気がする。本当にダメだ、どうしよう。早く運極も作らなきゃいけないし。でも今アイリーンが出てるのかな、クエスト。もうなんか最初のクエストが始まっての音楽 BGM がもうフェアリーテールのアニメの使われてた時の BGM で高まりました。なんかもうね、アニメ見てた時のことを思い出す、その場面を。わかります？多分ね、見てる方とモンストした方はわかる。え、見えないな、ダメだ、パソコンダメだ、携帯で見よう。元気ですか？元気です。アクロノギアね、そう、アクロノギア出たけどまだねやってない。ギミックは簡単だけど適正のキャラがわからん、調べてない全然。ヤマシーさんハートありがとうございます。アイリーン、魔法陣、そう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 。ショーン、そうショーンだよ、かわいい、お気に入りのショーン、かわいい。そうだよ、イズリンさん、そう、昨日15日ですか、お誕生日、ん5・1・3、3月15、そう、昨日ですね、イズリンさんのお誕生日。そのメールを書いてたんですよ私。イズリさんの今日お誕生日でこういうことがあったんですよって。でもなんか下書きにあったまま皆さんの元へ送信ボタンを押していなくて、めちゃくちゃショックだった、悲しい。まだね、言ったことないことも書いてたのに。もう悲しいよ。まあそれは別にメールどっちの方がいいんだろう、大したことないかもしれないんですけど。今からでも。そう、 AKB 成人式の時に私は初めて先輩と同じホテル部屋で、それがイズリンさんだったんですよ。まあ、全然お話できなかった、少ししかお話できなかったっていうのは年前から話してたんですけど、皆さんに配信で。で私が先にお部屋を出て準備をする人だったんですよ。その後にイズリンさんで、でなんか何も言わずにお部屋を出ていくのはあれだなと思ったし、なんか言いたいけど何と言えばいいのかなと思っていろいろ考えた結果、お先に行ってきますって言ったんですよ。そしたらイズリンさんがなんだっけな、すごい笑顔で行ってらっしゃいみたいな言ってくださったのがすごい可愛くて嬉しかったっていうお話です。それはもう多分ね、イズリンさんのファンの方は一番言ってほしい言葉なんじゃないかなって思ってメールで言いたかったんですよ。家族感出ますね、いってらっしゃい、彼女感か。嬉しかった。それだけよ。嬉しかったことです。多分それ言ってなかった気がする、メールでも配信でも。お先に行ってきます、そう。楽しかった。そうやお。で一緒に出たのが西さんと椎名さんだ、そうそうそう、楽しかったな。全然寝れなくて頭は追いついてなかったけど、一生の思い出になったので AKB 成人式は本当にね出れてよかった。あれは感動するよ本当に。でもなんかね、グループごとにその AKB 成人式を生で見れる人数って限られてるじゃないですか、抽選で。で私の前が他
他のグループさんで SK メンバーで私が名前順で1番目だったんですよ。で私の後ろがエゴさんで、そう他のグループさんと同じ1列に並んで入場したんですけど、私が1番目で、なんか私から SKE のメンバーっていうのを多分 SKE のファンの方もそうですし、他のグループさんからも多分分かっていないなって思って、すごい悲しくなったんですよ自分一人で伝わったかな本当に悲しかった。絶対分かってない、私から SKE のメンバーが通りますみたいな、絶対分かってないよそう絶対 SK のメンバー、あこの方エゴさんから SK のメンバーだなって多分分かったと思う。だって私まだね加入して1年経ってない時のイベントで、そんなことないよ本当。でもね全然見られなかったよ、 SK ファンの方がいる場所で見られなかったよ。でもしっかりお父さんは見てくれたしっかりお父さんはずっと見てくれた私のことまあそれで満足よねそうよいやネガティブになっちゃう、なんかこういうのはね、そうよ打ち自慢よ、そうよ楽しいね、すごい私よりお父さんの方がこの活動すごいなんか楽しんでるし、そう頑張ってる、なんかそれに負けないから私もやらなきゃいけないんだけどね。エゴさんとのエピソード、エゴさんその AKB 成人式の時もう写真撮って、でもエゴさんはエゴさんで違う先輩方とずっと一緒にお話ししてたので私は全然お話できなかったんですよ。でもご家族と会いに行くってなった時に私と泉さんとエゴさんの3人で家族の元へ行きました恥ずかしかった、なんか自分の近くにエゴさんがいるってなんかすごい緊張したまだ慣れない雲の上の存在なので。さあやっちゃんとのツーショット写メ、わあ読めない、見えないよ、漢字が密集してて、あ来ましたよか、嘘、嬉しい嬉しい、メールで古橋さんハートありがとうございます。でなんか同い年に見えない方がたくさんいる私の年で、来年の成人式はちょっと9期生がめちゃくちゃ多いんですよだからまあ9期生ね一番若い木だけど、いっぱいみんな集まってるから楽しく過ごせるんじゃないかな、いいな。同い年の同期がいるってすごい羨ましい。それは多分ねキャさんもふーちゃんも同じ気持ちだったな。いいな、緊張しないし、なんかずっと喋ってたい。成人式な、一瞬で終わっちゃったな、本当に早かった。さやかちゃん、はいはい、フラワーさんハートたくさんありがとうございますあれまだ15分歌ってないのかなんだ。そうなんか今日晴れたっちゃ晴れたけどすごい風が吹いてて嫌だった嫌だった、
はぜなんか19日は雨降るのかな、確か明後日くらい。怖っ、やだ。外出たの？食料と調達に外出ますよ外出ますよ。違う、ただあー今日そうだ、350日目だ。ありがとうございます。キリがいい。350、え、あと15日うん、そうだね、あと15日だ。嬉しいよ、近づいてきたよ嬉しい、ありがとうございます。本当に本当に嬉しい早いけどおめでとう、ありがとうございますね、約2週間でもね、忘れないようにその2週間ちょっとでも。これで気抜いてできない日があったら怖いなね、やるかしたら嫌だ、怖いな無理せずにありがとうございますね。これでなんか1日配信できずに1年連続配信できなかったら多分私相当やめますよ。嫌なことないけど、なんかもう立ち直れない気がする、一生配信しない気がするここまで来て1年連続できんかったらそれくらいショック受けると思う。まあ大丈夫だろうけどそう、トラウマになる、気をつけるね本当にそれやめてね、本当に怖いよ。まあでも、あーでもな、最近お父さん上の配信見れてないから最近来ないんだよな、連絡。今日配信してないよ、どうしたのとか本当配信流さないように、あと15日、まあ15日経ってもずっとやれるところまで毎日アイドル、え、毎日アイドル連続配信なんて言うんだろう、ん、連続配信、毎日アイドル連続配信、なんだ、毎日アイドル枠ですよね。なんか私はアイドルの、あ、一応アイドルだからえ、毎日アイドル配信、毎日アイドル連続配信、なんか変だね。毎日あ連続配信、連続配信一応じゃない、ありがとうございますなんかまだね、自分がアイドル、私はアイドルですってなんかねはっきり言えない。なんか多分まだね土台もないし、うん、ちゃんとしたことができてないからだと思うないつになったら私が堂々と胸張って私はアイドルです、 SK48 の一員ですと言える日が来るのかわかんないな。ねえ、なんか申し訳なくなっちゃう、何も貢献できてないし、まあ、これからだけど、なんかこの話してるとマイナスネガティブになってるって言われそうだけどそんなことはない全然コメントが読めないから悲しい。絶対いいこと書いてくださってる方は何人もいる。なべかぜっちハートー、あー読めないよー、うーん、フルハウスさんタンポポラゴッチハートー、ふうくんだるま、エビスさんもだるまたくさんありがとうございます。あションくん、これから自信持ってありがとうございますねー、あー、え、
すごい嬉しいコメントがたくさんある私にはもったいないくらいの言葉がたくさんあるよ。優しいですね皆さん飛びの方嬉しいね、優しい。だいぶ自分方ありがとうございます。ちょっと近すぎるわなタバボありがとうございます。コメントが読めない悲しい。近くでいつも通りの配信とここなのにな、何にも見えん。タンポポは見える、ハートも見える、それ以外は見えんね、握手ね、握手な、次いつだろうな、会いたいですね皆さん。だからメール送ったんだけど、さっき、いやさっきなんかメールの返信見ようとして自分が何時に送られたかも見たんですよ。このさっきのメール送れたかなって、そしたら送れてなくて、私のメールボックス見たら送信されてなかったんですよ。で今さっき送りました。そう、夕方送ったつもりだったんだよなあのメールそうよ、お、さあ久しぶり、お久しぶりですね。どうしたの、ちょっと起きたら腫れていた、腫れていて病院にちょっと今ね行けないんですよ、いろいろ流行ってるし怖いので。で応急処置として目薬と眼帯をしてるんですよ。ごめんね、でも全然体調は元気なので元気よ。縦読みの後のメール、そう、縦読みメールはね急に朝起きてやりたくなったんですよあれさ、なんか初期の私のメール取ってくださってる方わかると思うんですけど、あの私の入江雅也香の頭文字での文章って結構毎回内容違いますよね、多分一応違うようには考えてるんですけど、え、どうだろう、違うかな。うーん、初めて見たよ、嘘。じゃあこれからもたまーに送ります頭文字、そう縦読みのあれね、案外本当に面白いんですよ考えてると。次何にしよう、自分の名前もいいけど、なんかな、いやでも逆に入り口にまさやかって長いからこそなんか縦読みってバレずに内容の濃いね文章になれるのかもしれんけど、あいう作文ちょっと長いねああいうだけ、ああヒント、確か今日はねヒントは書いといた。なんか意外と前のメール送った時はヒント送らなかったら普通にメールの返信が返ってきたんですよ皆さんから。まあ何人か分かってくださってたんですけど、でもね本当に皆さんの携帯の機種とか文字の大きさによってね多分開業とかが違うから分かんないんだよね。だから今回は最後に私の見えてた画面のスクショを送りました、メールで正解を上手すぎた、やったーメールなんや、うん、メール、ふうくんハートをありがとうございます。メールの返信は、そう皆さんのメールの返信ちょっとね開業が分かんないから、私のあのね縦読みの返信と同じように開業してくださってもそう見えないんですよ。まあ私がね頭使って読めば、あこれ縦読みなんだろうなって分かるかもしれないけど難しい。今メール見た、やったやった、のぼのとして気持ちになった、嬉しい嬉しい。あ、聞いてください急にだけど、あのですね今日朝起きたらすごい幸せな気持ちになったんですよ。なんでだと思いますか、何もヒントはないけど、なんだと思いますか。渡辺さんハートありがとうございます。
何だと思いますか？びっくりした、ごめんなさい。ウィーナーさんがいる、名前が見えない、何さんだ、セイ、セイ、うーん、セイ、見えない、やばい、セイマさん、ごめんなさい、読めない、ありがとうございます。ハッピーさん、ハッピーさんじゃなかったな。まあ、正解言いますと夢なんですけど、夢を見たんですよ。その内容がですね、まあ、ちょっと恥ずかしいので内容は言えないんですけど、登場人物が私と里川さんでした。いいでしょう。なんか自分の夢になんか自分の好きな先輩が出てきたのが初めてかな。何回かあるか。でも里川さんが出たのは初めてとか 2,3 回目な気がするんですよ。なかなかない。そう、里川さんが出てきてくださったんですよ。朝から幸せでした。ちょっと内容はね、皆さんにとっては過激かもしれないので言わないでおきます。想像にお任せしますね。なんかもうね、あの夢見てから、なんか余計に私は里川さんのことが好きになりました。もうね、嬉しかった、めちゃくちゃ可愛かったです、夢の中でも。本当に本当にやっぱ夢でも里川さんは里川さんでした。皆さんもよく推しが夢に出てきますか？ヒントはね、ちょっと言えないな。想像にお任せしますよ。中さん、包み物ありがとうございます。まあでもいつか握手会でそのお話が聞きたかったら来てください。多分その時私が言えるなと思ったら言います。多分私も聞いた方もニヤニヤしちゃうと思う。そうなんですよ、嬉しかった。そうよ、みんなニヤニヤしちゃうよ。女の子が聞いても、ってびっくりして燃えると思う。なんでしょうね。まあ楽しく考えてみてください。そしたら皆さんも今日夢に出会えるかもしれません。推しと推しと楽しいね。ふくハート、この方は、見えない、名前が、あそこに見えるかな、あ、見えない、あ、のりひろじゅうち、かわいい、あたずさん、ハート、ありがとうございます。見えないな、ダメだわ、パソコン。ダメだね、やっぱ私はパソコンよりタブレットが必要だな今。気になって眠れない、嘘。寝れるよ。でも私最近本当に早く寝れるんですよ。まあ、昨日も配信が早かったっていうのもあるんですけど、そうなので、ちゃんと夜早く寝れて、いつもより。で、朝も何時に起きたっけな、何時かな。何時か分かんない。8時とかかなに起きました。じゃあなんか何もない日だと私は本当に夜2時とか3時に寝て、朝起きるのが10時とか11時なんですよ。ちょっと変われました。なんか今こうやって目が使えない、あんまり使いたくない状態だからこそ、スイッチとか携帯とかあんまりテレビとか見ないようにして、すぐに寝るようにしてるので、いいことよ。生活習慣がね、なんかやっぱ狂ってきちゃうから。
おおおん、えらい。やった、ありがとうございます。うーん、ん、それは良き、そう、健康的、そう。なんか今さっきテレビで腸活が今流行ってるって言ってて、腸活って思うじゃないですか。私も腸活って思ったけど、でもなんかね、まあ 朝起きてすぐ水も飲むし、歯磨いてね飲んでるし、ヨーグルトも食べてるし、バナナも食べてるし、うん、いいな。腸活ってなんか言われても詳しいことあんま分かんないんだよな。フルーツはでも食べたいね、毎朝健康的に。え、すごい、栄養のほとんどは腸で吸収される。そうなんか。ハッピーターン、早起きしてラジオ体操、したい。でもなんかあんま動かないでって言われそう。もう見えないよ。見えないな。英語って見えない、この片目メガネだと。あ、読めた。エミナさん、ん、エミナさん、あ、だるま、だるま、だるまだっけ、だるま、ハート、だるまだ、ありがとうございます。部屋でラジオ体操、ラジオ体操でも私ちっちゃい頃おばあちゃん家お泊りした時やってましたよ。朝ちゃんと5時か6時に起きて、楽しかった。楽しかった。お家の中でやるんじゃなくてお家から出てやってました、お姉ちゃんとおばあちゃんと私で。あ、お母さんもいた。そう、楽しかった。なんか山の方で空気がすごいいいんですよ、その朝のラジオ体操にぴったりで。まあ寒いんだけどね、霧があったりして。でも目が開く、ん、目がギンギンに開く。何、なんか嫌だね言い方。目が起きる、目が覚める、目が起きるのよ。頭が覚める、頭が、ん、なんかいろいろあるね。難しいね、いろんな言葉があるよ。わかんない。あー、初見さんがいるのに名前が、ちょっとこんなに近いのに見えない。コリンさん、招き、ん、全然違う、コリンさん、名前間違えてた、ごめんなさい。ハートありがとうございます、受験さん。スタンプカード確かにあった。でももらってなかったな。でもあれ、スタンプカードもらったら何がなんだろう、お菓子がもらえるの。やったことない。同じ賞持って、本当？嬉しい。これのもう一匹かな、種類一緒の。どんな柄だったっけな。あ、消しゴムとか鉛筆がもらえ、あ、そうなんか。まあ、健康を意識してそういうことやってるから、それお菓子はもらえないか。確かにそれはそうだ、ノート鉛筆、そっか、文房具か、それはちょっと考えるわ。キャラメルくらい欲しい。まあそれはそう。野菜ジュースも、いいな。私野菜ジュース、あの紫のが一番好き。最近野菜ジュース飲んでないな。
食べるの専門。そうそうよ、サイレン行くとスタンプもらえますか。もらえますね。じゃあ私が手の甲にスタンプを押す、こうやってやってあげましょう何回来たかちょっと忘れちゃうかもしれないけど、無限に押しますね。サイヤスタンプ、そう数えられない。そう、それはちょっとしょうがないねえ、エゴさんが配信始まった。あ、バレちゃう、フォローしてるってことバレちゃった。前言ったっけ、言ってないか始まったよバレちゃった。私が誰をフォローしてるのか皆さん知ってますかね。全員教えないけど見たいんですよ、見たいんですよ。西さん正解外川さん正解何人フォローしてんの、何人だろう、数えたことない。ココナさん正解、ナーヤン正解、まもがきさんしてた、でももう多分ないよね。石田千穂さん正解やぶしたふうさん正解あ、今日あれですね、石田千穂さんが出ましたね。見ましたよ私しっかりと。あのめちゃくちゃ可愛かった。明日お誕生日かな確か。ディディ違うよ、違うよ、憧れの枠ですよ皆さん。すごくすごく大好きっていう方があれですね、特に西さんと里川さんっていう、そうだよ、分けられてますよ憧れは多いですよ。まあ基本それは全員なんですけど、特になんか私の中でこれすごいなとかこれ真似したいっていう方がフォローされてるのかなディディはみんなそういう、え絶対違う、一緒じゃないって、一緒じゃない、憧れですよ皆さんも憧れてるんですか。皆さんの枠が分かんないな。好き好き推し、それ以外は何だろう。須田さんもフォローしてます憧れてるの、本当に本当に初めて聞いたよ。本当に絶対一緒じゃないって違うでしょブンブンくん待って、懐かしい、久しぶりじゃんブンブンくんよ、そうよ、ブンブンくんあれから新しくいっぱい来ましたよ、ショーンくん懐かしい。5人以上フォローしてたら DD 嘘、いやそれはちょっと同期は入れないでおくと5人は行ってない気がする、グループごとにそうよ。あでも私まだあの SK の10期オーディションの時に自分の推しメン、推しっていうか気になってた子二人のショールームのルームはフォローしたままなんですよ。そうちょっとオーディション番号忘れちゃったな、顔見ればすぐ分かるんですけど、何番だったんだろう、すごいタイプの子がいたんですよね。えもうその子たちはやらないかな、配信はそれはできないけど、そうだね今、そうだね、受験生メールが始まりましたね。皆さん撮りました私はちなみに無料体験メール全員分撮りました、気になりすぎて。そしたらなんか私たち9期生の時と全然違くて、なんかいろいろ衝撃を受けましたキャラが濃い
ていうか、なんだろう、個性が強い子しかいなくて、お試しではなく、あの体験メールもらえるじゃないですか、私たちもまだあるメール、びっくりした、ケーキというか採用しありがとうございます。いや、ん、ケーキしか嬉しいじゃあずっとそう思っててください。まあ飽きさせないように私たちもね努力するしかないんですけど竹内島、それねそれね、本当に竹内島、皆さん待っててください。なんかお仕事あるといいね。竹内島ですよ皆さん私が一方通行ですが、皆さん待っててください。私も待ってます西内島はもう本当それだよね。 いつか外川さんとも何かあったらもう嬉しくてね本当よ、声が でかくなったな一方通行な、え、私がそう思ってる、まあ、それもそれでいいのよさやかほ、え、何それ、幸せやんうれしい、夢が実現するといいですね、本当よね、ちょっと頑張ろうえ、でもなんか私のハッシュタグさやだよりかさやメールで見たら、あの誰かが、誰かって私はまあ今思い出せるってるんですけど、インスタで西さんに私のことを聞いてくださった方がいて、そうなのよ、それ見たらすごい嬉しいことを西さんが書いてくださってて、私はもう幸せになりました聞いてくださりありがとうございます、その方今見てるかわかんないけど嬉しいな、本当になんか自分が見てないところでね、嬉しいことを言ってくださってるのを見るとすごい幸せな気持ちになります。見た、嘘みんな意外とハッシュタグ見てるんだね、他の方の。嬉しい、流れてきた、ほんとうりうち島、そうなのよ、うりうち島なのよよかった、ちょっと一方通行じゃないなって思いましたやば、すごい、タイムライン流れてくるんか、あーそっかっていう、なんかいっぱいお話ししたら結構時間経ったなもうそろそろ終わりにしよう、なんか目がぼやけてきたぞ、ずっと固めだと見えんくなるハッピー起きた、起きた丸まってるよ、寝落としてる、ハッピーターン、外川さんのメールのクイズ分かった、ええ、クイズなんかありました、あれ、私いつも常に低電力モードだからリアルタイムでメールが来ないんですよ、自分でなんか更新しないとそうなのよ、え、見よう、何クイズって、え、見なきゃ、そういつかそう返信しようと思ってるんですけど恥ずかしくて、え、ちょっと見よう、なんだろう、片目は気分的にいつもより疲れる、そう、なんかすごい疲れちゃう、でもそれがあるから多分ね夜寝れるんですよやっぱなんかしてどっかしら疲れないとよく眠れないんですよ、45分、え、めちゃくちゃやってる、昨日より長いよ、でもなんか今日は話したいことたくさん話せたから大満足うん、
配信中に4つ来て、ええ、ちょっと見ます見ます、報告ありがとうございます見よう、急げ私急げ。じゃあランキング読みます。無理しないで、ありがとうございます、大丈夫よ。38位アンポンタン、1位東、2位マッツン、3位カズヤッチ、4位カゴ、5位リュウ、6位エミナ、7位大文治、8位ムツミ、9位エビスさん、10位ケイパパ、11位ラグオ、12位ナナチ、13位ブンポムラ、14位バショウ、15位タツヤ、16位イグニール、17位トモ、18位キミちゃん、19位ウォッカ、20位マサキ。よし、皆さんありがとうございましたフフ見づらいのに配信ありがとうね。いや全然いいよ、でもこんなね顔面なのにね、お見苦しいのに配信いつも見てくださりありがとうございます、嬉しいね。早くこれを撮りたいですよ、コンタクトで配信をしたいですよありがとうございます。皆さん、皆さんも風邪には気をつけてください。流行っているものも、手洗いうがいしっかりしてますか私もしっかりしてますよ、毎日ありがとう、こちらこそ。いや私が感謝を言う側なので、皆さんに終わりにします。皆さん本当に今日もありがとうございました今日もトミの皆さんが大好きです、ありがとうございました、おやすみなさい